ねえ、もうその人止まってない。気のせいです。レオニダスは止まらない。萌え萌え援護射撃ロイヤルをベースとしたレオニーのデッキ。太陽の槍、ルーをエンハンスで使用することで、確定でレオニダスがサーチされるがゆえの、強気のピン出し。年内チャンネル登録20万人達成が絶望的。止まるんじゃねえぞ。チャンネル登録も、動画再生もよう。止まるんじゃねえぞ言いたいだけ感すごいな。ちょうど去年の今頃、6万登録ぐらいだったなぁと、しみじみ年の瀬を感じている霊夢です。1年で結構増えたなぁと、マリサだぜ。今年も1年、ありがとうございましたとヨウムちゃんです。ちょうど去年のこの時期に、初めてシャドバスのパック開封企画を実施して、10人チャンネル登録が増えるごとに1パック開封しますと言ったのが遠い昔、引っ越しもろもろでリアルマネー吹っ飛んでたのに、2000人ぐらい見越して、実行したんだっけか。結果、1万人ちょっと増えて1000パックで20万円吹っ飛んだにょん。そこから毎回恒例みたいな流れになって、前回で通算4回、開封芸人としては、なかなか開けた方だよな。まあもう散々やってるんで、5回目はどうしようかなというのが本音ですね。コメ欄でもさすがに飽きたみたいなコメントあるよんしね。まあ次回以降どうするかは別として、今回、1周年記念として、ラスト祭り開催します。2017年やり納め、さすがに止まるんじゃねえぞと言いつつも、これやったからといって、20万登録達成できる気配は毛頭なさそうですが、最後ということで、最初と同じく10人につき1パック開封しようと思います。わあ、青天井。まあ言うてももう5回目だし、20万も課金することにはならんよ。逆に変にライン引いちゃって、達成したら20万課金とかいう方が、ダメージでかいのをこの5回で悟りました。5回もやって悟ったのがこの程度、リアルで必要なもの買っても多少冬のボーナスが余るだろうから、課金祭りやり納め20万ほど予算確保しておきました。5000人あと半月未満で増えるにゃんかね。月間で5000人も増えてないんで、12月27日0時までさっきの人数から10人増えるたびに新パック1パック開封します。最後の祭りの機会ですので、普段動画見てくれててまだチャンネル登録してないよって人、ぜひチャンネル登録お願いします。すっごい気になることあるにゃんよね。シャドバのこと以外ならどうぞ。シャドバの動画なのに、まあいいや。チャンネル登録してもらったら何が変わるにゃんか。自己満足、数字増える、私嬉しい。あ、さようでございましたか。ほら、RPG でもレベル上がると嬉しいじゃん。チャンネル登録増やして何を倒すつもりなの。そらもう世の中のガチデッキ使い全員よ。今この瞬間も実は背景でシャドバスやってますからね。わお、気づかなかった。背景だったにょんか。まあチャンネル登録云々はこれぐらいにして、早速このデッキの紹介をしていきますよ。待って、もう5ターン目が終わる。大丈夫大丈夫、ここまでのあらすじを用意してあります。全力で防衛してた。援護射撃ロイヤル序盤はこれしかないわな。厳密には太陽のレオニダスロイヤルですけどね。結局レオニダスも終盤デッキなので、序盤は全力で防衛。テレビ見てようが、チャンネルの宣伝してようが、まあ大体変わんないっす。最近、マーズ入りロイヤル増えたにょんよね。円卓会に入ってるのに、相手もジュリエットもマーズも入ってるにょん。純粋にアグロロイヤルが減ったからミッドロイヤルにデッキが変わったんだろうな。ミッドロイヤルとしては、マーズほんと強いですからね。というか、突進系のカードと死ぬほど相性がいい。ここも進化切らずに有利トレードできる。あと、ほんとルミナスの旗印使う人が増えたイメージがある。ランクまでも結構マッチングするんですよね。負けると死ぬほど腹が立つ。萌え萌え援護射撃とか言って動画作ってるくせに。まあ、ほんとこのデッキも序盤は遅延プレイとか言ってましたが、旗印から展開ぶっ刺さったら、そのまま相手倒せることもあるので、旗印やめられないっす。で、ちょい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 。おん、なんかすごいいっぱいバフ乗ってる。やかましいな。これ、クソアド取られたんだけどどうすればいいのこれ。相手のマーズ取れなくないか。盤面のジュリエットと、ランサーで1匹ずつ守護取って、もう1枚突進か失踪しかないと、マーズまで届きませんね。そしてマーズ放置すると、どんどん盤面にアドが広がると。ま、マーズのヤバさをあえて見せたプレイと言えますね。物は言いようである。マーズ2枚すでに引いてあるので、円卓からジュリエット1枚以上確定ですし、円卓ランサーで特に問題ないんだよな。ジェットストリームジュリエット。この円卓がマーズジュリエットの順番だったら、一点攻勢盤面超有利だったのに、あえて接戦を演じた円卓会議と言えますね。物は言いようにょんね。いやどう考えても右手弱いだけだろ。あの絶望的な盤面を進化使わずにフラットにしたのに、まあ相手からすりゃたまったもんじゃないよな。アルベールエンハンスで10点削るとして、あと8点どうやって削りましょう。削る心配より削られる心配した方が良さそう。いやこれは本当にまずいですよ。アルベール使うにょんか。殿下の宝刀処理ベール、マジレスすると処理ベールしちゃうと勝ち筋なくなる。デッキトップ信じてルミナス騎士団の力を見せるしかない。うん、このゴリ押しプレイ。絶対アルベールゲルトの方が安全なんだけどな。ルミナス明治無視したら無視したで、次のターンにリーサルは無理だろうし、盤面差が広がるだけですからね。相手もジュリエット円卓で生えてるし、やばいのはもう一回アルビだか。相手進化圏内から、体力7残せばエンハールベも対応可能。そう思っていた時期が私にもありました。そういやこんなカードあったのにな。うわぁ、
この3点いてー。3点削りつつルミナスメージまで処理するファンタスティックプレイ。アルベイルで負けやんけ。アルベイルで負けですね。アルベイルで負けにょん。ところがギッチョン、相手のデッキトップアルベイルはここに。マジだとしたらチートだから。頼む、すり替えておいてくれ。まあ逆に相手がアルベイル持ってなければってやつにょんね。疾風陣雷の処理ベイル、進化も乗せちゃうぜー。あまり意味もない気がするけど。相手にもしアルベイルなくて、これベイル生き残ったら、次ベイルワンチャンリーサルになるんベイルですよ。とりあえず落ち着いて。あ、ルミナスの旗印でバフ乗ってるから、全部で4点ダメージ増えるのか。進化アルベ単体で12点出るとかいうバケモン。よかったもんね。相手アルベイル持ってなくて。うおお、生き残れ我がベイル。よっしゃー。とりあえずアルベイル強いってことがよくわかった。で、レオニダスはどこにょんか。まあ見てろってメージブルガリアヨーグルト。1戦目は団長の強さをお見せすることができたので、2戦目はレオニダスさんの活躍をお見せ。できればいいなぁ。団長の次回作をご期待ください。見せます。活躍するまで録画します。真面目に言うと、レオニー活躍させるには高校にならないと。先行でインハンスでルーを使えるのごく稀だから。じゃあまあルミナス旗印アルベが先行時の理想ムーブということで、高校時の理想ムーブのエンハンスルーさん見せてもらいましょうか。まあ見てろってですよ。当然の結果です。高校なら4ターン目にルー出しても、進化で最低限の仕事できるからね。先行は4ターン目のジェノが強すぎて、ルーエンハする余裕ないっす。ワンチャン終盤のダメ押しにはありかなと。エンハしてサーチして、次のターン置いて動くのさらに次だろ。うん、無理ですね。先行引いたらレオニー諦めましょう。ひどいな。多分ピン刺ししてる援護射撃抜いてレオニダスにするだけで、レオ軸としてはちょっとマシになる気がするにょんよ。萌え萌え援護射撃はロマンなんだよな。やりたいこと詰め込みすぎなんだよ。こうね、できる限り多くの視聴者さんを喜ばせようと思ってですね。デッキ作るときはちゃんとテーマ絞って作ろうにょんね。あれもこれもすると結局どれつかずになるからな。そういう意味では、ルーのエンハンスに着目して、たった1枚採用にもかかわらず、レオニーを実用レベルにまで引き上げたこのデッキは、サーチ系カードの有効活用と言わざる得まい。まあ、確かに確定サーチのいいところだわな。さて、ではゲームを見ていきましょう。最近流行りのヴァンパイアさん。しかし、ユリウスは久しぶりに見ましたね。アグロヴァンパイアにアグロメタで入ることはあるそうな。現に結構今厳しい。次のターンにジュリエットとゲルトで縛いてなんとか。あーん。わお、毒蛇ヴァンパイア。予想外すぎて変な声出たわ。そういや発売直後に毒蛇やっていこうどうなの。うん。普通にメブーサ単体は強いと思います。特に先行が強い環境であいつ、高校4ターン目に進化で実質スタッツ7、7ですし、そもそも進化で5、5になる4コストってだけで貴重ですよね。確かに、メブシ穴に目をつむれば強そう。メブシ穴がメインじゃないの。メブーサ入りアグロヴァンパイアは割とありだと思ってます。動画に使用しようと思っている間に次のパックが発売することに、どうしてこうなった。いろんなゲームやりすぎていき。サンキュー敵さん、紹介のチャンスをありがとう。あとはこいつを倒すだけ。さて、ようやくデッキテーマのエンハンスルーで、レオニーの笑顔を拝むことはできたが、非常に盤面まずいですね。正直レオニーの笑顔を拝んでる場合ではないと思います。ただここでガウェイン出してもあんまり強くなかったもんね。次のターンジュリエットとゲルト進化で盤面少しでも返したい。すごい盤面不利に見えるけど、所詮はヘビなんでね。さっきゴルゴーンの試練でメブーサ引いてたけど、メブシ穴にされなければどうということは。なお、お相手贅沢に進化まで使ってヘビを守るプレイ。そこまでしてメブシ穴出したいか。相手もまさかルー使ってレオニダス引いてるとは思ってないのよ。そこまでしてレオニダス出したいんや。抜刀術入れてれば、ここで5ターンレオニダスあったな。実装当時、暗きヴァンパイア流行ってたので、このヒーロちゃんも大量にいましたもんね。まあここは順当にマーズ・ジュリエットの女子会コンビで、いやはや、マーズ強いな。まさか進化切らずにヒーロ取れるとは、ナイストップ。まあマーズに進化は切るんですけどね。さすがにこれ以上ヘビに顔かじられるとやばい。ヘビに新カード追加来ないのかね。スタンダードパックがローテーション落ちすると、ここら辺が使えなくなるんですよね。割とよく見るカードだよな。コウモリの席に毒蛇が座ることも全然あり得ると思います。ヴァンピー枠のカードでメブーサ以外に何か追加されれば、相手、毒蛇アグロか。ここで進化使われなかったのは幸い。いやもう結構削られてるけど、削られすぎてゲルトで守護張りたくなりますね。そう、これは生命危機を感じた防衛本能によるゲルト。マーズで強化されて割と強くなったゲルト対戦。これゲルト進化でヘビ殴って攻撃力上げたらいかんのか。うーん、マーズ進化してスタッツ上げておいた方が、次のターンに相手がマーズ取るの苦労しそうだなと。確かに3のゲルトを突破しつつ5、このマーズを殴らないとダメにょんか。ヒーロー持ってたらそれまでなんですけど。そうですか、2枚目ですか。順調に体力削られてんな。非常にまずい。まだ相手が進化残してるのもやばいにょんね。ゲルト対戦、マジナイスディフェンス。ここでガウェイン置いて、毒蛇除去。さらにゲルトでガウェインが守られていて処理しにくいというナイスシチュエーション。と思っていたら3枚目の武闘が。もうやめて。BP が1減って次のターンにレオニー置けるじゃん。さすがに相手進化も残ってるので、今置くとやばそうですけども、ルミナスとジェノとか、ルミナスとアルベみたいな処理に強いハンド作れたのが素晴らしいですね。ここでようやくメブーサちゃん登場にょん。プレミアイラストはウィンクしてて可愛いなー。
これはゴルゴーンの試練から出たレプリカだから、純正プレミアメブーサ以外認めないからな。うーん、この課金の。そのうち、プレミアオーブさんも認めないとか言い出しそうにょんね。まあでも、オーブさんは思ってる人多そう。毎月最大3枚好きなカードプレミア化できるもんな。めちゃくちゃ欲しかったバハムートのプレミアイラスト、オーブ実装されたけど、結局なんか見え切らずに作ってないですからね。プレミアムオーブ使ったのって、ムクロの王と狂信の偶像と。この前のパックで追加されたインドラとドロシーだな。最近は呼び覚まされし近畿に使おうか迷いましたね。色物レジェンドばっかりプレミア化していく。しまった。ここ先にアルベールを置いたら、ルミナスナイトの枠にアルベを置けたやん。1点でも HP 温存したい今、割と痛いミスかもしれんぞ。盤面だけ見たら圧倒してるんですけどね。毒蛇に噛まれて残り体力5か。余裕でぽっくり受ける体力にょんね。おう、なんとか命は繋がった模様で。まあ、これはこれで相手も盤面整理しないと削りきれんということなんだろう。ガウェイン先生がここまで暴れるのも初めてかもしれませんね。確かに、毎回すぐ除去されるにょんからね。今回、マーズに除去スペルに前飛ばしたがゆえに、ガウェインまで除去が追いついてない、おかげでワンチャンスできてはいるが、ハンド差がな。俺は止まらねえからよ。満を持してレオニー押して参るからの今回鉄壁の守護神で定評のあるゲルト先生、絶妙に鬱陶しいだろうな。守護アグロの天敵にょんからねー。表剣さんがいるからアグロというよりはミッドよりなのかもですけどね。とりあえずやべえ奴にはご退場いただいて。しかしこの蛇ほんと長生き。いつからいます？なんかもう4ターン目ぐらいからずっといる気がするんですけど。一応そいつは8ターン目ぐらいにメブーサから出たやつだな。もうなんかずっと最初からいるんじゃないかってぐらい出てきたよな。ここでコウモリ参戦。もうやめて。1ダメージが重くて痛いの。出てくるコウモリも合わせたら全部で5体目んかね。あげくユリウスで HP 削ろうとしてきますか。円卓会議でジュリジュリ引ける確率どんなもんだろう。まだマーズが1枚デッキにあるから、ジュリエット1枚は確定だが。ここでマーズジュリエットの組み合わせ引くとちょっと辛いですよね。円卓会議ジェノか、処理ベールペルセウスか。アルベさんはレオニダスの石でタートに置いておきたかったんですが、似たような動きは円卓会議でもできなくもないので、ここは確実性の高い処理ベールで2体確実に除去していきましょう。やっぱり団長は優秀なんだ。攻撃する手を止めるんじゃねえぞ。しかしまあ一気は残っちゃうか。円卓会議からジュリジュリ引ければジェノ込みで全除去できるルートもあったんですが、マーズジュリの場合でも処理ベールと除去数は一緒だよな。一緒なんですけども、ヴァンパイアにはたまにこういうオシャリーサル決めてくる人いるじゃないですか。あったのね、そんなカード。手追いのジュリエットとかが大量に並ぶと、それはそれでヤバいのか。これだけ追い込まれたらもうあの手この手で死ぬっちゃ死ぬんですけどね。ところがギッチョン必殺を置いてくれたおかげで話が変わってきましたよ。レオニーを止めることができるにょん。エウリュアレイまで出たか。アルベで8点、ジュリジュリ出たら12点、ワンチャン OTK かと思いきや、ここでトップアルベイル、さすがにチート。やっぱアルベが一番強くてかっこいいんだよね。久しぶりにレオニダスボンバーが炸裂する。石アルベは犯罪的バーストパワーだな。ロイヤルさん、勝ちすぎアルベイル頼り説。仕方ないね、アルベイル強いからね。といったところで久しぶりのレオニーデッキ、太陽のレオニダスでした。今年最後のチャンネル登録イベントもぜひお待ちしてます。10人登録ごとに新パック1パック開封。最後の開封祭りイベントなので、ぜひこの機会に登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。当然の結果です。年内チャンネル登録20万人目指してます。ぜひ左にあるチャンネル登録ボタンから登録お願いします。右側にはこの動画を見た人へのおすすめ動画をピックアップ。まだ見たことない動画はあるかな。今年の8月にできた草の人ファンクラブ GGF も興味のある方は動画詳細文からぜひよろしくお願いします。